人の働き21章。私たちは彼らと別れて失敗し、コスに直行し、翌日ロドスに着き、そこからパタラに渡った。そこにはフェニケ行きの船があったので、それに乗って出発した。やがてキプロスが見えてきたが、それを左にしてシリアに向かって航海を続け、ツロに上陸した。ここで、船荷を下ろすことになっていたからである。私たちは弟子たちを見つけ出して、そこに7日間滞在した。彼らは御霊に示されてエルサレムに、登らぬようにとしきりにパウロに忠告した。しかし滞在の日数が尽きると、私たちはそこを出て旅を続けることにした。彼らは皆、妻や子供も一緒に町外れまで私たちを送ってきた。そして共に海岸にひざまずいて祈ってから、私たちは互いに別れを告げた。それから私たちは船に乗り込み、彼らは家へ帰っていった。私たちはツロからの航海を終えて、トレマイにいた。トレマイに着いた。そこの兄弟たちに挨拶をして彼らのところに一日滞在した。翌日そこを立ってカイザリに行き、あの7人の一人である伝道者ピリポの家に入って、そこに滞在した。この人には預言する4人の未婚の娘がいた。幾日かそこに滞在していると、アガポという預言者がユダヤから下ってきた。彼は私のところに来て、パウロの帯を取り、自分の両手と両足を縛って、この帯の持ち主はエルサレムでユダヤ人にこんな風に縛られ、異邦人の手に渡されると聖霊がお告げになっていますと言った。私はこれを聞いて、口の人たちと一緒になってパウロにエルサレムには登らないよう頼んだ。するとパウロは、あなた方は泣いたり私の心をくじいたりして一体何をしているのですか。私は主イエスの皆のためならエルサレムで縛れることばかりでなく死ぬことさえも覚悟していますと答えた。彼が聞き入れようとしないので、私は主の御心のままにと言って黙ってしまった。こうして数日経つと、私は旅自宅をしてエルサレムに登った。カイザレの弟子たちも幾人か私たちと同行して、古くからの弟子であるキプロス人マナさんのところに案内してくれた。私はそこに泊まることになっていたのである。エルサレムに着くと兄弟たちは喜んで私たちを迎えてくれた。次の日パウロは私たちを連れてヤコブを訪問した。そこには長老たちがみんな集まっていた。彼らに挨拶してから、パウロは彼の奉仕を通して神が異邦人の間でなさったことを一つ一つ話し出した。彼はそれを聞いて神を褒めたえ、パウロにこう言った。兄弟よ、ご承知のようにユダヤ人の中で信仰に入っているものは幾万となくありますが、みんな律法に熱心な人たちです。ところで彼らが聞かされていることは、あなたは異邦人の中にいるすべてのユダヤ人に子供には割礼を施すな、慣習に従って歩むなと言ってモーセに背くように教えているということなのです。それでどうしましょうか。あなたが来たことは必ず彼らの耳に入るでしょう。ですから私の言う通りにしてください。私の中に誓願を立てている者が世にいます。この人たちを連れてあなたも彼らと一緒に身を清め、彼らが頭を剃る日を出してやりなさい。そうすればあなたについて聞かされていることは根も葉もないことで、あなたも律法を守って正しく歩んでいることが皆にわかるでしょう。信仰に入った異邦人に関しては、偶像の神に備えた肉と血と締め殺したものと不信仰とを避けるべきであると決定しましたので、私はすでに手紙を書きました。そこでパウロはその人たちを引き連れ翌日共に身を清めて宮に入り、清めの期間が終わって一人一人のために供え物を捧げる日時を告げた。ところがその7日がほとんど終わろうとしていた頃、アジアから来たユダヤ人たちはパウロが宮にいるのを見ると全群衆を煽り立て、彼に手をかけてこう叫んだ。イスラエルの人々、手を貸してください。この男はこの民と律法とこの場所に逆らうことを至るところで全ての人に教えているものです。その上ユダヤ人を宮の中に連れ込んで、この神殿をこの神聖な場所を汚しています。彼らは前にエペソ人トロピポンが町でパウロと一緒にいるのを見かけたので、パウロが彼を宮に連れ込んだのと思ったのである。
そこで、町中が大騒ぎになり、人々は殺到してパウロを捕らえ、宮の外へ引きずり出して、そこで直ちに宮の門が閉じられた。彼らがパウロを殺そうとしていた時、エルサレム中が混乱状態に陥っているという報告がローマ軍の千人隊長に届いた。彼は直ちに兵士たちと百人隊長たちと率いて彼らのところに駆けつけた。人々は千人隊長と兵士たちを見てパウロを撃つのをやめた。千人隊長は近づいてパウロを捕らえ、二つの鎖につなぐように命じた上、パウロが何者なのか、何をしたのかと尋ねた。しかし群衆がめいめい勝手なことを叫び続けたので、その騒がしさのために確かなことが分からなかった。そこで千人隊長はパウロを兵営に連れて行くように命令した。パウロが階段に差し掛かった時、群衆の暴行を避けるために兵士たちが彼を担ぎ上げなければならなかった。大勢の群衆が彼を覗けと叫びながらついてきたからである。兵営の中に連れ込まれようとした時、パウロが千人隊長に一言お話ししてもよいでしょうかと尋ねると、千人隊長は、あなたはギリシャ語を知っているのか。するとあなたは以前暴動を起こして4000人の近くをアラノに引き連れて逃げたあのエジプト人ではないのかと言った。パウロは答えた。私はキリキアのタルソ出身のユダヤ人で出来とした町の市民です。お願いです、この人々に話をさせてください。千人隊長がそれを許したので、パウロは階段の上に立ち、民衆に向かって手を振って、そしてすっかり静かになった時、彼はヘブル語で次のように話した。